続いてはファンからの質問を選手にぶつけるツイッター連動企画です。昨日の試合で自身初の先頭打者ホームランも放ちました鷹の切り込み隊長三森選手にファンからの質問をぶつけました。プロ6年目の23歳三森雅樹選手、今シーズンここまで打率3割超え、さらにホームランを4本放つなど1番バッターとしてホークス打線を牽引しています。去年出続けたことでもっとこうした方がいいっていうのもありましたし、それをキャンプオープン戦と、やってきた中で、今出せているので、去年よりかはこの自分のバッティングの幅というか、っていうのは、増えているんじゃないかなと、思います。三森選手にファンからの質問をぶつけます。試合前のルーティーンとかって何かありますかということなんですが、あまりやることをこう変えたりもないですし、絶対にこれをやろうっていうこともあんまりないですけど例えば食事であったりとかそういう部分ですか。でも食事も毎日違うの食べますし、全然食べたいもの食べて、逆にそれができない時が嫌なので、いろんな背番号も馴染み、自分の中でも愛着が湧いてると思いますけど、将来的にこういうものをつけたいっていうのはあったりするんでしょうかという質問も来てます。そうですね、つけたい番号もありますかね。ここで何番とは僕は言いませんけど、言わない、自分の中では少しこの番号いいなって思ってる数字はあります。なので皆さんが予想していただければ予想いいんじゃないですかね。今こうつけているということですか、どなたかが、つけてますかね。僕が欲しい番号は内野手。いや、内野手です。野手、はい。で何番なんですか。は楽しみですぜひ僕自身もしっかり成績を出して、そういう番号を自分でそう言えるような、選手になりたいと思いますし、シーズンまだありますので、1試合でも多くチームの、勝利に貢献できるように、頑張れると思います。